はい、スピードスターチャンネル始まりました。決まっちゃいましたね、2月15日、一体感全カード。もう私もかなり気合が入っておりまして、ちょっと怪我もできないんでね、はい、くっつけっていうのはちょっと怖いんで、ちょっとリング練習してね、ちょっとまあ受け身だったりロープワークだったりね、まあちょっとそういうのとこから始めていって体慣らしていこうかなと思ってますけども、はい、まあ、そちらの方のね、一体感のチケットは、E プラスで、独占販売中でございますのでね、皆さんこの機会にぜひね、足を運んでいただいて、もうみんなで一緒に盛り上がっていけたらなと思っております。はい、ということでですね、今回は、目前に迫りました1月21日グレート大阪大会の見どころを、話していきたいと思います。この番組は株式会社 KMC の提供でお送りします。ということでですね、もう待ったなしになってきました 1.21 のグレート大阪大会なんですけども、まあ、今回ビッグマッチということでですね、これまたいいカード目白押しとなっておりますけども、まあ、オープニングバトルがこの G ランブル2024ということで、この、優勝者が同日 G レックスに挑戦ということで、田村隼人選手にね、メインイベントで挑戦になるんですけども、バッと見ていく中で気になるのがこのグレート X とグレート Y っているんですけど、 X と Y が参戦ということで、まあ、まずこれがやっぱり誰なのかっていうところがね、一つ気になるところではあるんですけども、あとこの中に女子で唯一美智子選手もね入ってますからね、まあ、細川選手がちょっと年末に引退しましたので、まあ、グレート女子は美智子選手一人になっちゃったんですけども、まあ、個人的にはね、まあ、XY はちょっと正体がわからないので置いといて、田村隼人対ガレノ・デルマルとか、田村隼人対フラミータとかね、ちょっとまあ個人的にはこのなんか2試合がもしね、生まれればこれ見たいなっていうのはこれあるんで、まあ、G-REX はメインなのでね、まあ、置いといて、このオープニングバトルは まずはこのルールで誰が勝ち上がるのかって、これ誰でもねこれチャンスあると思いますんで、まあ、そのチャンスをものにできるかどうかっていうのもこれも実力の一つですし、運もねやっぱり実力なんで、まあ、ここはちょっと誰が勝ち上がるのかね見守りたいと思います。はい、まあ、当日ね、この、G ランブルで脱落した選手でね、当日の対戦カードも決定になるみたいなんで、まあ、決まってるカードでいくと、リデット UWF シングルバウト井槌哲也対ハートリー・ジャクソンということで、これ大丈夫ですか、これ井槌選手。まずそもそもハートリー・ジャクソン選手がね UWF のルールに出てくるっていうのもそうですし、これ体重差50キロぐらいあるんじゃないの、これは。ねえ、かなりこれ井槌選手不利ですね、これね。UWF のルールなんで、こう、スリーカウントあるわけじゃないし、こう丸め込み技もね、これ使えるわけではないので、まあ、体格だけではいったらこれ不利ですけども、まあでも、関節技とかね、井槌選手もいっぱい持ってますから、これ、あるんじゃないですかね、これね、井槌選手。伊豆選手はあの一体感も出てもらいますんでね、はい、これは、まあ、ハートリー・ジャクソン選手がどんな試合するのやろな、なんかレガースつけて蹴ってるとこも見てみたいけどね、はい、まあ、ここはちょっとどういう試合になるのか、ね、皆さんもそれぞれの楽しみ方でね見ていただきたいと思います。はい、そしてあと決まってるのが G プロレスリングスペシャルタッグバトルということで、渡辺壮真進優也対 SBK 拓磨ということでですね、
またあのメキシコから SBK と、タクマがやってくるわけですけども、まあ、12.30 でね、タクマが630をね、解禁しまして、あの日本人で630やった選手というのは初めてですよね。今あの WWE で活躍しているリコセ選手がね、あの630日本で初めて使った選手だと思うんですけども、なんと日本人でね630できる選手が出てくるとは、ね、これはちょっとびっくりですね。結構450はね、あのやる選手多いんですけども、うん、でまあ、あの対戦相手の渡辺相馬選手と、まあ、進む優也選手もね、あの年末その G インフィニティね取り戻せなかったんですけど、まあ、ここでね勢いを落とすことなくね、もう一回二人でこのベルトを狙っていくぞっていうぐらいのね、ちょっと気持ちはね、これ新年一発目にしていただきたいですね。はい。そして、G プロレスリングタクマチ田中みのる30周年記念試合ということで、田中みのる金本浩二対剣道家臣高岩達人ということでですね、これはもうなんか一昔前の新日本プロレスさんを見てるようなね、感じのもうジュニアの黄金カードとなってますけども、金本選手の試合見るのも久しぶりですね。はい。あと対戦田中稔選手が30周年、僕はもう20年21年ぐらいしかねできなかったですけど、それでもあのグッドコンディションをねずっとキープして、もうリレット UWF も出たりね、 G プロのあの試合スタイルもやったりね、ムーンサルトもやったり羽置きもやったりっていうね、もうすごい身のこなしですから、いやまだまだ40周年50周年とね、ちょっと田中美濃選手は目指していただきたいですね。はい。で対戦相手が剣道家臣高岩達人組ということで、家臣選手はねもうだいぶ年末の 12.30 の解説でですねだいぶぶっ飛ばしてくれましたんで、はい、なかなか反応に困りましたけども、対戦相手も高岩達人選手ということで、高岩さんとね1回だけ試合したことあるんですね。2003年ぐらいにリファカップっていうのがあって、はい、そこでトーナメントがあったんですね。いろんな団体の選手がこうタッグで出場するタッグトーナメントがあって、そこの決勝戦でですね高岩選手と一度だけね試合したことがありまして、もうそれ以来ねお会いしてないので、もう21年ぶりぐらいですかねお会いするのね、はい、久しぶりの高岩選手ということで、これはまあとりあえず田中みのる選手も30周年おめでとうございますということでですね、はい、これからもますますご活躍いただきたいなと、はい、思います。そしてセミファイナルが、G インフィニティ選手権試合、斉藤潤斉藤麗対川上隆一ダイモンズ総組ということでですね、王者組なんと10度目の防衛戦でございます。もうすごいな斉藤ブラザーズ、もう誰が止めんねんって感じですよね。10回で防衛したことないな、すごいな10回は。で今回は、まあ、川上選手とダイモンズ選手ということで、僕ダイモンズ選手はちょっと初めましてなので、ちょっと調べさせてもらったら、なんか経歴がですね、なんか高校卒業後になんかプロ4球団からなんかスカウトされたっていうようなね情報が書いてありまして、で体格もね185cm110kg ってなってたんですね。ということはもうこれヘビー級ですから、もう、まあ、川上選手もね大きいですし、もうガンガンこうぶつかり合うね、あの肉弾戦が見れるんじゃないかと思っておりますけども、まあ、今回は純粋なそのグレートチームのタッグではないですけどね、はい、この肉体自慢のお二人とですね、はい、組んでもらってもしっかり、まあ、斉藤ブラザーズからベルトを取れるのかっていうところですけども、まあ、リーダーならやってくれるんじゃないでしょうかだということでですね、はい、よう分からんですけど、はい、じゃあそんな感じで、でメインイベントが、G-REC 選手権試合ですね。王者田村隼人対その G ランブルの優勝者ということなんで、
まあ田村隼人選手ね、もう絶好調で 12.30 でね、ティーホーク選手からベルト取りまして、まあ、GLEX 初体感ということで、これ新年一発目からね、ベルトを落とす初防衛戦失敗するわけにはいかないんでね、気合は入ってると思いますけども、まあ誰が来てもね、挑戦受けてやるよって言ってみたものの、やっぱり当日までこう対戦相手が直前までなかなか決まらないっていうのはね、結構作戦も立てようがないし、逆に G ランブルに出てるメンバーはね、もうすでにそこで1試合やって優勝して勢いついてますから、だからその辺のこうちょっとテンションの差っていうかね、その辺のちょっとあれも影響してくるんじゃないかなと、これは思ってますね。はい、特に対戦経験がやっぱりない選手だったり、外国人選手がこう挑戦ってなってくるとですね、まあ、田村選手もまだキャリアがその野菜にこうね、各地こう世界各地飛び回っていろんな外国人選手やってきたっていうわけではないと思うんで、結構ここは外国人選手が来ると田村選手もなかなかこれ大変な初防衛戦になるんじゃないかなと、これは思ってますね。はい、ということで、まあここはもう G ランブルの勝者が誰になるかというところですね。心理としてはまあそういう感じかなと、はい、思いますね。はい、ということで 1.21 大阪あり、でその後 2.23 にもですね、これエディオンあって、毎月これエディオン続きますんで、ちょっと今年なんか年明けから関西が、暑くなっていくんじゃないかなっていう、こう予感はしてますんで、はい、まあもちろん東京だけじゃなくね、関西も、まあもちろんそれ以外の地域もね、こう盛り上げていってくれるんじゃないかなと思いますんで、まあ個人的にもね、僕も楽しみにしてますんで、1.21 は、ぜひね、エディオンアリーナ大阪、第二競技場にね、足を運んでいただいても生でグレートしていただきたいなと思います。ということで今日はありがとうございました。ということで、今回の配信は以上になりますけども、まあ、もう一度最後にちょっとね、宣伝をさせていただくと、2.1 号ね、新宿フェイスで一体感ザ・ファーストありますんでね、もう全対戦カードも出揃いましたんで、ぜひね、これももう会場に来て、一緒にね、こう一体感していきたいと思いますんで、皆さんのご来場お待ちしてます。シーマ選手のね、スパーリングが決まってますんで、さすがにちょっとぶっつけ本番は怖い。ちょっと今日はリングを使ってですね、久しぶりに練習をね、していこうと思うんですけども、あーでも流れるな、一体は